リカン。ビッグマックみたいじゃない？うん。マック大好き？激ダンス歌手OLB。パヒパヒパヒ。今日はですね、アメリカンデラックスバーベキューの第2弾が出まして、こちらの方を。どういうことだ？第2弾。具材を見ると。卵が足されてましたよということで、今日はデラックスバーベキューの私はビーフを買ってきました。お前情報ゼロじゃない、ほぼ。いや別に見ていいじゃん、卵だったいいじゃん、第2弾を買ってきて食べるよっていう動画なんだいいじゃん。俺が調べるから、俺が調べるから喋ってて。え、いや別に喋ることないし。捨てしちゃってるからお前。確かに第1弾と何も違いない。あんまりね情報がないの。うまさ盛りすぎっていうね、ここに書いてあるんですけども。第1弾はチーズも濃すぎ、うん、で第2弾がうまさ盛りすぎ、多分第1弾より美味しいっていう。そうだね。で私ビーフを注文いたしまして、こちらにいる達也さんの方がチキン。おーい、中の方見てみましょう。おっ、うわっ、ふんわり感。ビッグマックみたいじゃない？うん、ごまパン、うん、卵にベーコンチーズの層がまずありまして、その次に肉、うん、チーズ、レタスの層ですね、うん、そういった感じになっております。いただきます。うまそう。うん、あ、うまい。ちょっとピリ辛だ。卵のおかげで味がまろやか。辛いソースなんだけど、まろやかで食べやすい。バーベキューの時に先に肉に塗っとく辛いタレで焼いたやつのタレだね、これは。でも、今のコメントだけ聞くと第一弾の方が美味しかったみたいな感じが聞こえてる。比べるとこじゃないと思う。あー、お前のそういうやつ。絶対一番はもう決めない方がいいの。そうそう、一番を決めるとかそういうのじゃないから。はい、じゃあ私はチキンの方を買いました。じゃあちょっと見ていきましょうね。上は大地さんと一緒、一緒だね。で下のシリーズはチキン、うん、あとやっぱそうだね、一緒だね。チーズと、ね、あー、チーズとバーベキューソースとかが入ってる。はいはいはい。じゃあ行ってきますね。行ってらっしゃい。あ、続いてみます。うん、うまそうじゃん、そっちも。あ、うまい。今回ね、多分チキンのうまい。すげえチーズ、口の横についても気になるんだけど。今回はチーズのうまい、これ。チーズの方がうまい、チキンだよ、お前。チーズは俺も食ってんだよ。一口食べてみて。一口食べてみて。口直しをして、チキンの方いただきましょう。あ、口できんの、マジで。うん。あ、なるほどね。うん。辛い。多分ソースは全部同じ、肉だけ違うんだけど、完全にチキンとの方が相性がいい。やっぱそうでしょ。一口いただきますね、これも。ちょっと中華みたいな雰囲気になるね。うん、チキンにすると。あ、これもうまいな。うまいよ、それ。あの、照り焼きソースがすごく味わえる。なんかその照り焼きソースの味が味わえる。こっちは全部の味が一体になってる感じ。あ、そうそうそう、そういう感じ。あの、バランスいい。辛い。辛いな。こいつ辛いもんダメなんだよ、ごめんな。いや、今回あの辛いもの苦手な皆さん、今回の辛いです。苦手な皆さんからしたら、あ、辛いジャンルのやつ来たなって。ということで、マクドナルドデラックスバーベキューシリーズ第2弾、チキンとビーフを食べてみました。皆さんはどっちの方が好きですか？僕は、今回はチキン。今のビーフとチキン一生いっぱいですね。素晴らしい。なかなかこんなことできるもんじゃないですよ。すごい。ということで、今日の動画はこの辺りで終わらせていただきます。明日金曜日は、19時からメインチャンネルでネタ動画が配信されて、その後に19時半から17ライブにて、ネタ動画の裏話、素晴らしい、制作秘話の方を、生配信させていただきますので、よかったら17ライブの方をダウンロードして、劇団アンダーバースカッションをフォローして、生配信楽しみにしていてください。冬だから顎がなんか出てきちゃう。マジで。俺冬になると顎尖ってくるんだよ。もう真冬だなこれ。本当に真冬だな。真冬、本当に鋭角だな。させそうだな。させねえよ。それではまた見てね。
前田のあの OL 部の動画の時にそもそも思ってたけどハンバーガーにコーヒーって合うのっていうコメントがあったんですけど、それは別にいいじゃん人の何と一緒にさマック食べようとさえそれいいじゃん、メニューにあるし。